ドリー・ファンク・ジュニアとテリー・ファンク・ザ・ファンクスはプロレスのタッグチームである。兄ドリー・ファイク・ジュニアと弟テリー・ファンクによる兄弟チームで、日本では1970年代から1980年代にかけて日本プロレス及び全日本プロレスで活躍した。かつての日本のプロレス界では外人レスラーはヒールというのが定番の図式だったが、 ファンクスは全日本プロレスに参戦していた1970年代、中盤からベビーフェイス的な役回りとなり、日本人、レスラー側に立つことも多くなった。ザ・ファンクスと対抗するヒールは、ザ・シークとアブドーラ・ラザ・ブッチャーで、両者の対決は全日本プロレスの目玉カードになっていった。この対決が一躍大人気を得たのは1977年の世界オープンタッグ選手権の最終戦。 ブッチャークミがフォークを持ち出して、ファンクスを血まみれにする猛攻。ブッチャーとシークが二人がかりで、ドリーを痛めつけているところに、ペリーが救出に入るシーンは、ファンの感動を呼び、日本プロレス史に残る名場面となった。日本では、若い女性を中心に、大変な人気を得ており、二人を応援しようと、女性ファンを中心とした新衛隊も結成され、全日本プロレスのリングサイドには、 チアガールまで登場した。1980年前後には、全日本のエースは、ババ、ツルタでなくファンクス。新日本と全日本の人気の差は、チョキとファンクスの差と言われるほどの人気を博し、1981年に復活したインターナショナルヘビー級王座の新王者はババでも、ツルタでもなく、ドリーであり、初防衛戦の相手は、弟テリーであった。 しかしこの頃からブルーザー・ブロディ、スタン・ハンセンの新世代に押されるようになり、1982年の世界最強タッグ決定リーグ戦では最終戦でハンセンブロディのミラクルパワーコンビに叩きのめされて反則勝ちを拾って優勝という屈辱的なシーンも見られた。この衰退の一因にテリーの膝の故障があり、それを理由にテリーは1983年の引退を宣言。 1983年8月31日に行われたテリー引退試合はファンクス人気の集大成となった感動的な興行となった。1984年にハンセン、ブロディとのイコンや膝の回復からテリーは現役復帰するが、テリー引退以前のような熱狂的なファンクス人気は戻ってこなかった。アメリカでは地元のテキサス州アマリロにて、 1973年の父チチドリー・ファンクシニアの死去後に、同地区のプロモート権を引き継ぎ、1978年まで NWA ウエスタン・ステイツ・スポーツを主催していた。同地区では日本同様にベビーフェイスだったが、他地区では主にヒールのポジションで活躍し、1970年代末にはフロリダ地区やジョージア地区でジャックジェリーのブリスコ・ブラザーズと、 兄弟タッグ構想を展開した。1980年2月には、ミズーリ州カンザスシティにて、ダスティ・ローデスディック・マードックのテキサス・アウトローズと対戦、反則負けを喫している。また、1986年には WWF でも、兄弟タッグを結成。先に、WWF 入りしていたテリーに合流する形で、ドリーが、ホス・ファンクのリングネームで参戦し、 ハルク・ホーガンジャンクヤード・ドッグやブリティッシュ・ブル・ドッグスと構想した。テリーが膝を負傷して WWF を離脱した際は、ドリーがジミー・ジャック・ファンクというレスラーを引き連れて新生ファンクスを組んだこともある。ジミーの正体は当時ドリーが目をかけていたジェシーバーである。なお、WWF ではカウボーイ・ギミックのヒールユニットとしてダブルクロスランチ出身と紹介されていた。 その後、1990年代は ECW やスモーキーマウンテンレスリングなどに単発参戦し、1999年11月には FMW の10周年記念工業に来日。2001年10月には新日本プロレスに初参戦し、東京ドームにて藤波達治や、2009年には揃って WWE 伝道に迎えられている。 2013年10月、全日本プロレスへの久々の来日が実現。両国国技館にて、淵正信西村治と対戦した。ショーアットカンザスシティ、サンデー、1980年2月3日。wrestlingdata.com。2014年2月16日閲覧。 ザ・ WWE マチャスフォートバイ・ザ・ファンク・ブラザーズ・イン1986 CHEMATCH.NET 2014年2月16日閲覧日刊スポーツ2013.1028ありがとうございます。